皆さんこんにちは、イタロジオの中田大地でございますね。えということでやってまいりましたよ。なんかもうね、ちゃんから好きやな俺ら。さあということで、この今日の企画は何ですか。はい、お、自分の歌でカラオケ採点で何点取れるか検証。やだということでね、2017年にですね、僕の、おかんというカラオケがね、歌がね、カラオケで配信されました。まあ、でもね、実際、まあ、僕らさ、その実際のカラオケで自分の歌を歌うことってあんまないんですよ、ぶっちゃけね。あんまないんですよ。だから、今回はじゃあカラオケの採点を使って自分の歌で何点取れるか、本人が歌ってね、それをちょっと検証しようと、検証動画でございます。ね、これちょっとなんか、ね、どうしようかな、70点とかどうしようって、普通70点でも本人やから、そういうこと、70点が100点やからね、要は。そうそう。要は、本人やもん。本人やもん。俺やもんだって。いや、あの当時と歌い方が変わってるかもしれない。いや、それ前と。オリジナル。それでも、本人やから100点やん。それでもオリジナルやもん。ということで、検証していきたいと思います。どうぞ。感謝してるわ、本当には産んでくれてありがとうな、おかん。あんたみたいに強く生きてくわ。微妙な、絶妙な点数やけど。はい、なんとも言えないっすね。なあこれ、ちょっとね、自分の歌やねんからね、90
32はちょっとあかんのちゃうかな。ちょっと待って待って、100点やろ今の。違うの？100点でしょ。まあね、今の第一のはこれが100点やから本人やねんからね。でもあかんらしい、まあね、まあまあまあ、うん、92点でございますよね。そういいのよ、歌は心の中な。さすがさんで、本人がね、オリジナル曲を自分、カラオケに入ってるオリジナル曲を歌ってみたら何点出るのか検証ということで、結果は92点ということでございました。歌う中の方が大事でございました。